これこっち側に繋がる可能性とかもあるじゃないですか。いや今一人も見てないですね。あ？あれ今どうなってるんだ。バグってますね多分。あ、10秒だけっていう配信がありますよ。配信2つやっちゃってる今俺。いやでもそれでいいんだ、それでいいんだ。だからなんかちょっと10秒だけっていうやつに頑張って。10秒だけ。いやさ、どうなってんだこれ。え、あります？配信。え、僕のチャンネルの登録じゃなくて。あ、今2つ表示されてる。なんだこれ。ありますよね。どうなってんだ。だからここ、じゃあおやすみっていうのをここで言わせてもらっていいですか最後に。どうすればいいですか。誘導すればいいですかこれ。いや誘導してくれると嬉しいですけど今1人しか見てないんで。どうすればいいのこれ。え、コメント打てます？僕もう打てないんですよ今ここになっちゃって。今打ったんですけど、はい、なんか直で飛べる形になってなくて、どうすればいいんだこれ。あ、別になんか新しく、どうしよう、じゃあ自分で できねえかなこれ頑張って。いやもう本当にもう機械がね弱いんですよね私本当に。機械に弱すぎるんですよいくらなんでも。あ、できたこれ。きよし、こうして、あ、これでいいんじゃないですか。コメントを残して、あー、これ取り巻いてるっすね。皆さん申し訳ございませんでした。いや、どうなってんすかねこれ。いやでももともとなんか締めに、動画締めようと、動画っていうか配信締めようとしてたのであれですけど、はいはいはい、今充電が、なんか 10% ですっていうの通知来て、で俺それ消した、なんかそのなんか表示出たんですよスマホに、充電 10% ですみたいな。それポチッとしたらなんかあれしました、なんか通信おかしくなっちゃいました。なんかもうなんかこれどうなんですかね、古い方のライブもずっとされてるまんまになってますけど終わる。いやこれいつか終わるんじゃないですか。これ確かあのくるくるって確か15分ぐらい放置すると終わるんですよこれ。僕、ね、あの僕スマホでこれ2年3年間ぐらいやってるんで分かるんですけど、これもう8回目とかなんですよ今日で。え、ね、どうやってやってるんです三田さんライブって。スマホ、僕普通に PC から OBS 使って。え、パソコンに、だって手元でどうやってやってます？僕はそのなんかスマホをウェブカメラとして使うアプリを使って。あ、はいはいはい。そのスマホとパソコンをつないでウェブカメラとして使って。じゃあそれでやります。僕これから、はい、絶対そっちの方がいいです。 YouTube で本当に食っていきたいならなんか最低限なんか OBS ぐらい扱えて。いや、OBS は分かるんですけど面倒いって感じですか。いや、面倒いもあるけどなんかこの底辺感が良くないですか。なんかあんま凝ってないから底辺感すごくないですか。いや、それ僕 YouTube の言い訳だと一大言い訳だと思ってるんですよ。なんかサムネ凝ってない方がいい、あえていいとか。いやだって僕サムネ凝ったの、じゃあ聞いてください。じゃあ聞いてください。じゃあサムネ凝って伸びるんだったら僕凝ってますよもちろん。凝ってて、もうキャラ的に伸びてないからサムネわざと凝らない風にちょっと僕します。はいはいはい、ちょっと凝らない風にわざとしてるの。俺は理由があってちゃんと伸びないからですね。ああ、そんだけです。そんだけです。なので、いやすみませんね。いや、僕の伸びないでマジで。俺コメントみたいな、あの三田さんとかコメントのサムネパクった感じで全然伸びてないんですよ動画。いやでも僕はまあそんなサムネ凝ってないんで。まあでもまあこの話一旦置いといて。はい、いや本当に終わろうとしてたところ申し訳ないですね。すいませんでした皆さん。これちょっと限定公開しますね。ちょ、なんかもう二度とスマホでやらずに OBS つなぎますもうこれから。あ、たいちゃんさようなら。たいちゃん、あ、たいちゃんさん来てますね。たいちゃんさんさようなら。ごめんなさいたいちゃん、さようなら。たいちゃん、ま、ごめんなさい今日は。たいちゃん、あの生理とか言って。いや、思いますよ。ごめんなさい、マジ本当にすみません。さよなら。僕も言えないんで、皆さんありがとうございました。さよなら。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。